うちを探してみて出てきたのこれくらいなんだけど、どうかな、おままごとできそう？あなたにもたくさん付き合ってもらったもんね。ほらこのお皿見て、あなたが貼ったシールがついたまま。大きな声で繰り返さないで。ちょっと恥ずかしい。リナちゃんボードしようしよう。この前と一緒、無理だと思って諦めてたことチャレンジしたい。お友達がおままごとしてるとき入れてって言えなかった。おままごとで家族はどんな風に過ごすのかわからなかったから。でも本当はやってみたかった。今なら変だよって言われてもうちはこうだよって言えると思う。あ、チャイム、みんな来たかな。パパ、ヤギさんたちの餌あげありがとう。次は子牛ちゃんたちのブラッシングをお願いね。ママは美味しいご飯を作っていますからね。ママは人使いが荒いな。でも子牛ちゃんのブラッシングなんて気合が入るぞ。子供たち、パパが戻るまで仲良く遊んでなさい。はーい。みなり、あゆむ、何して遊ぶ？お父さんのお部屋の冒険、顕微鏡で埃を見る。お？埃見てほっこりしよう。ワンちゃんもおいで。これは多分楽しくて興奮したからだと思う。今日はありがとう。すごく楽しかった。とっても大切な思い出になったよ。同好会って家族みたいだね。大好きな本当の家族と同じくらい大好きな同好会の家族がいて、私幸せ。スクールアイドルにチャレンジして、それから他にもいっぱいチャレンジしてよかった。みんなに出会えて本当によかった。